今回は落とし穴の素材、ツタの葉、クモの巣、こちらの大量入手の周回ルートの方をご紹介します。古代樹の森、調査クエストで、一番右側ですね、右の真ん中ら辺に表示される、増殖中というので、消耗品増殖中というのを、確認して、そちらのクエストを受けてください。調査の方で、大量に、古代樹の森のクエストを用意していただいて、その中にある装飾品ですね、あ、そういうんだよ。消耗品ですね。の増殖中。そちらの、表示されているものを選んでください。キャンプの方は8番からスタートしていきます。場所の方が結構わかりづらいので、マップの方を開いていただいて、このクモの巣、こちらの方に合わせていただきます。食事の方ですけども、猫の収穫祭、お酒の組み合わせ2つで発動します。食事の4分の4ページでカスタムできますので、そちらに、お酒の方を2つ登録してください。で、こちらですね。さらにこのまま、下っていくんですけども、こちらですね。食事スキルの方はお食事券を使うことにより100%発動させることができます。この左です。次にこちらですね。そしたらもうすぐ隣にあります。同様に、そのまま下ったところに1箇所あります。発動させるスキルですけども、植生学、こちらのレベル1発動の方をお願いします。次にこのエリアを横断したところですね。ここに小型モンスター出て、このように見つかってしまうんですけども、ここで隠れ蓑の装意を着てください。で、こちらになります。で、同様に右側にも、1箇所あります。こちらですね。これで、クモの巣、今7個ですね。増殖中の場所が発生すると、ここが9個、もしくは10個ですね。大体9個になると思います。そしたら、ファストトラベル、一番上の、17番、こちらに移動します。この時、隠れ蓑の装備は、外しておいてください。次に、ツタの葉です。15番のエリア、こちらですね。キャンプ出たら、ずっと右です。右、右、右で回っていただいて、キノコの生えているところを左に曲がります。で、すぐ出たところですね。で、もう一箇所がまた正面にあります。ここを、下ったところです。次に13番です。こちらですね。ちょっと見た目近く見えるんですけども、結構遠いです。もうこのまますぐ降りていただいて、ここを下っていきます。で、降りたところですね。こちらです。そしたらファストトラベルの方を押していただいて、
11番ですね。11番の下のこちらです。これで終了になります。あとは同じように8番、17番、11番のキャンプを周回していただく形になります。注意する点とすると、アイテムボックス必ず、収納してから周回するようにしてください。このように最大が10個、こちらも10個ですね、になってしまいますので、必ずキャンプ戻ったら、テントで収納してから、周回するようにお願いします。はい、以上になります。ご視聴、ありがとうございました。もし参考になったらいいねの方とチャンネル登録の方お願いします。